はい、こんにちは、アタックでございます。さて、今回はですね、日本酒を飲んでみたいと思います。皆さんね、日本酒って飲みますでしょうか？おそらくね、次の日きついからとかですね、そもそも苦手っていう方もね、多いと思います。僕はですね、20代の半ばぐらいの時かな、行きつけのね、居酒屋さんが日本酒推しでね、よく上司にね、しょっちゅう連れてもらって、いろんな種類をね、かなり飲みました。最初はやはりですね、日本酒だなっていう感じで飲んだんですけども、そのうちですね、この日本酒飲みやすいとかですね、これ香りがいいなっていうね、そういう違いが分かってきてですね、こうなんて言うんでしょう、自分好みの日本酒っていうのがね、出てくるんですよ。そうなるともうね、日本酒好きですね。で、今この時期なんでね、あまり行ってないんですけども、最近ですね、よく行ってた居酒屋さんにですね、せんべろコースっていうのがあるんですよ。っていうかね、せんべろコースがあるから行くようになったっていうのが正しいかな。で、そこに行くようになってからまたね、日本酒を飲み始めました。飲み方はですね、地酒だったら冷や、それ以外だったら熱燗でしょうかね。そんな感じで、ね、飲み分けてるんですけども、今日はですね、ツイッターで話題になった新しい日本酒の飲み方。日本酒好きからしたらね、それはちょっと邪道だよって言われると思うんですけども、おそらくね、若い人たちにも、こう、日本酒を飲んでもらいたいと。もっと身近に感じてほしいということで、考案されたと思うんで、今回ですね、その方法で、4つの飲み方で飲んでみたいと思います。はい、ということでですね、早速やってみたいと思いますけども、うちにね、純米酒しかなかったんで、すべて、純米酒で試してみます。で、今回、新しい日本酒の飲み方というのはですね、まず一つ目、こちら、日本酒とサイダー。二つ目は、日本酒と、これ、コンペイトー。三つ目は、日本酒と、なんと、ガリガリ君。そして最後はですね、日本酒とグミキャンディー。それもね、こちら、ハリボのグミはね、人気があるそうです。ということで、今回はね、この4種類で試してみたいと思います。それではですね、サイダーと日本酒、こちらをね、割って飲んでみたいと思います。割合はですね、日本酒1に対して、サイダー1です。こんなもんかな。綺麗ですね。それでは、いただきます。飲みやすい。これやばいっすね。グビグビいきますね。ちゃんとこう、サイダーの甘みも出てますし、この日本酒の、ちょっとしたこの辛みっていうんでしょうかね。これ、バランスいいですね。こう、お互いいいところが出て、これ美味しいな。ほら、もうこれしかない。これ美味しい。香りはね、サイダーの香りの方が強いかな。これはね、日本酒苦手な方でもね、いけるんじゃないかな。どっちがね、強いとかじゃなくてね、本当にバランスのいい味わいだと思います。いいね。美味しいです。はい、続いて日本酒とコンペイトーです。でね、コンペイトーってね、今あまり売ってないんですよ。スーパー2軒ぐらいね、行ったんですけどもね、大きいスーパー行ったんですけども、両方ともなくてですね、たまたまもう一つのスーパーで、こう、なんていうんですか、お盆用のお菓子の中にね、入ってたコンペイトーをね、今回使ってます。なので、粒がちょっとね、小さいんですけども、とりあえずこれで飲んでみたいと思います。で、少し溶かすのかな。色もね、綺麗ですよね。これやっぱりこう、インスタ映えしそうな感じですけどね。だから粒が大きかったらね、もっとなんか可愛いかなっていう感じがします。今回ね、色合いもいいんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じですね。ちょっとその前にね、普通に飲んでみます。なるほど、やや辛口かな。さあ、そして、コンペイトーを入れた日本酒ですね。いただきます。
ああ、なるほど。うん。軽く上品な甘さが加わったという感じですね。うん。この金平糖の優しい甘さ、これがね、加わった感じです。和の調合ですね。うん。日本酒を頼んだ時に、さりげなくですね、こう、金平糖が2、3粒ついてたら、ちょっと嬉しいかなという感じです。まあ、辛口好きの方にしたら、まあ、いらないと思うんですけども、まあ、若い方が飲みやすくっていうんであれば、これはこれで、おしゃれな飲み方じゃないでしょうか。うん、美味しい。はい、次は、ガリガリ君です。うわぁ、涼しげ。これもね、写真撮りたい。はい、今ちょっとね、ガリガリ君の方を砕いてみました。それでは、いただきます。いや、もうね、香りがね、ガリガリ君ですよ。おー、でも、思ったよりですね、こうガリガリ君が来ないというか、ちゃんと日本酒ですね。で、飲んだ時にそのほのかにこうガリガリ君のソーダ味が来るのと、あと鼻から抜けるこの香りですね。これがガリガリ君が入ってるなっていう感じがするんですけども、でも思いのほか甘くないというか、そんな感じです。ああ、なるほどね。でも色はね、すごく綺麗ですよね。ガリガリ君日本酒サイダー、ちょっとね、酔ってきました。うんうん、あ、より飲みやすくなりましたね。日本酒とガリガリ君を混ぜた時のイメージの味わいってありますよね。でも実際飲んでみると日本酒の方が強くて、意外とこう、あ、日本酒を飲んでるんだなと思ったんですけども、これにサイダーを混ぜると多分予想通りの味っていうか甘さっていうか、そんな感じがします。あ、これは飲んじゃうな、やばいな。はい、美味しいです。はい、グミはですね、こんな感じで、3日間ぐらいですね、つけておきました。で、冷蔵庫でね、入れてつけておきました。これをね、飲んでみたいと思います。はい、こんな感じですね。で、グミもですね、このハリボーが美味しいということでこれにしてみました。はい、それでは飲んでみたいと思います。お、香りは、うん、ちょっとフルーティーっていうか、本当のあの果実っていう意味のフルーティー。お、まあ、若干甘みが増したかなというぐらい。そして鼻から抜ける感じが、かすかにグミのあの甘い感じでしょうかね。それがあるという、もっとこう甘みが来るかなと思ったんですけど、意外と日本酒ですね。うん。ああ、でも、これ全種類入れたからこうなのかもしれないんですけども、例えばあのグレープグミだけで入れるともっとこう美味しいんじゃないかな。ちょっとね、このいや、ツイッターではこのゴールドベアがいいっていうふうに書いたんですけど、僕はね、このグミの味を1種類にした方が美味しいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとグミ食ってみようか。なんかゼリーっぽくなりましたね。うまい。あれ？結構日本酒が染みてます。うんうん、あ、これね、食べたらね、酔う。うん、それぐらいね、染み込んでます。へえ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。
いやちょっとね、酔っ払ってきたかな。でね、まだまだ飲み方はありまして、蜂蜜を入れるとかですね、あとお出汁と割るとかあるんですけども、まあ、今回はね、見ていただいた4種類で試してみました。で、この4種類の中で僕が一番いいなと思ったのは、まあ、ベタかもしれませんけども、サイダー割りです。あのね、サイダーのあの良さと、で、日本酒、このね、バランスがね、融合してるというか、まあ、お互いいいところをね、引き出し合って、そしてなおかつ飲みやすさを提供してる、そんな感じがしましたね。まあ、今回10枚してやったんですけども、もしかしたら吟醸の方が、もう少しこう、なんて言うんでしょうかね、線が出るというかね、味にこうエッジが出るというか、そんな感じがしたんですけどもね。はい。まあ、あとは、まあ、結構他の3つはですね、ちゃんとこう日本酒を推してる感じですね。で、グミはね、絶対にね、一つの味の方が僕は美味しいと思います。うん、ちょっとね、ぶどうっていうかマスカットとか、まあ、コーラはないと思うけども、ちょっとフルーツ系のね、味でつけてみたらね、意外とこうもっと美味しいような気がします。まあ、今回ね、このハリボー、ストロベリー、ラズベリー、オレンジ、レモン、パイナップルとかね、いろいろこう混ざってるんですけども、複雑さが、いい複雑さじゃなくて、もっとシンプルな方が、日本酒と合うんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということでね、今回はツイッターで話題になった新しい日本酒の飲み方で、日本酒を飲んでみたでした。ということで、また。うん、でもね、一番うまいのはね、日本酒とサイダーとガリガリ君、夏はね、この飲み方がおすすめです。それでは皆さん、日本酒だったらおつまみなんでしょうかね。まあ、ベタにお刺身とか、うん、煮魚とか、あとは何でしょうかね、まあ、焼き鳥、それから天ぷらとかだと思うんですけども、最近僕はね、家で日本酒飲むときはね、あのお蕎麦ね、ざるそばと一緒に、日本酒を飲むと、それがね、今ちょっとマイブームというか、好きな飲み方ですね。うん。